皆さんこんにちは。今回は先手番で指していくんですけども、ちょっと最初にお知らせさせていただければなと思います。これ、毎月恒例に なりつつあるんですけども、電子書籍を2冊出版しまして、タイトルがですね、1つは「将棋ウォーズで勝つために2」ですね。で、もう1つが「中盤の教科書の2」になってます。で、これは両方ともメンバーシップで出題している次の一手問題を50問まとめたものになってます。今自分2つチャンネルやってて、両方で次の一手問題は別々の問題なんですけども、それをメンバーシップで毎週週2回合計10問出してるんですけども、それをまとめて50問まとめたものになってます。で、将棋ウォーズで勝つためにの方が3級から1級の方向けで、中盤の教科書が1級から2段の方向けになってます。で、内容はその次の一手問題なんですけども、いわゆる次の一手問題、その派手な手が正解な次の一手問題ではなくて、実践で使える次の一手と、その考え方を、実践で使える考え方を紹介してます。で、これは都成七段に監修していただいてまして、問題のチェックだったりコメントいただいたり、そのご意見参考にさせていただきながら作ってます。なので、ぜひ棋力向上を目指したいという方は、ぜひ読んでいただけたらなと思います。というわけで、喋ってるうちに早い石田の将棋になりましたね。これ銀引きが珍しいとまでは言わないですけど、なんていうか、珍しい。珍しいんかい。珍しいんかい。これどうしますかね。こっちも金上がって囲っていくのが自然ですけど、囲っていきますか。で、さっきの、次の一手問題なんですけども、改めてなんで作ってるのかっていう話をしたいなと思うんですけども、将棋って、どなたでも楽しめるゲームで、それはそうなんですけど、これいつも言い方難しいんですけど、ただ自分ちょっと思うのは、初段になってくると、より楽しくなる面があるというか、初段ぐらいになると、プロの方の解説の意味とかがより分かるようになったりして、より楽しめる部分があると思ってるんですよね。全然なんていうんですかね、級位者の方がどうのこうのとかいう話ではなくてですね、そういう、なんていうんですか、どんな競技でもあると思うんですね。深めれば、そこで楽しめる要素が出てくるっていうのはあると思うんですけど、それが将棋においては初段が一つ目安かなと思っていて、なので、初段、どうしようかな。これは取りますかね。なんで、その有段者の方、有段者になると楽しさが増えるので、その有段者になるお手伝いをしたいなっていうのは思っていて、ただ今巷で売られてる本って結構、超初心者向けか、超高度な 戦術書か、そのどちらかが結構多くて、その橋渡し的な本ってあんまりないというか、そういうところがあるかなと思ってて、その橋渡し的な役割として、この2冊の本で、考え方だったり手筋を学んでいただいて、その有段者に近づいていただければなという思いで作ってます。なので、今その有段者、初段の前後あたりで困ってらっしゃる方に向けて作ってるので、もし何かそのあたりで困ってて、ちょっと考え方とか手筋とか、実践で使える技とか知りたいなっていう方にはおすすめになってます。で、これどうしようかな。 いや、これ歩を突く手があるんですよね。同歩に角打って王手とここになる手と、突きますかね。相手の方がこの歩を交換したことによって、ここの歩がいなくなったので、逆に言うと、ここに角が打てるようになったので、同歩なら角を打てば、王手と角成りの両方が狙えます。ただ、ここに角を成ったとて、それが得なのかっていう話はあるんですけど、得なんですけど、こう取られると一歩損しちゃうんで、一歩損に見合った得なのかっていう問題。ありよりの業平なんですけど、ありよりの業平ってたまに普段冗談で言うんですけど、
なんか芸人の方のネタかな。イグジット。まあいいや。のネタかな。まあ角打ちますか。あとこれ馬がなんか詰まされそうな感じもあるんでちょっと怖いんですけど、まあ大丈夫かな。ちょっと狭いような気もするんですけど、角を。そうなんですよ。ただまあ馬ここに引くルートがあるんで大丈夫かな。あと最悪、これは殺しに来てる。これは馬をしばきに来てますね。これ次金上がられると馬が詰んじゃうので、馬を助けないといけない。ちょっと馬救出作戦を今から練らないといけないんですけど、てか今から練るって遅いやろっていう、練ってからさせようっていう話なんですけど、いやまあ筋としてはこれ歩を突く手を実は考えてて、同歩なら歩を打って、同飛車は同馬ですし、飛車が逃げると銀が取れますし、歩を打った時に飛車を寄る手には同馬同歩で、まあ飛車打てば金桂両取りみたいな。だから歩を突いていいんじゃなかろうか。あ、待って待って、風ない。風 ちょ待って。最近そういうこと多すぎ。最近そういうこと多すぎるよ、あなた。待って、風ないですやん。風ないですやん。風ないですやん案件ですわ。いや、最近本当にこういうこと多いんですよね。これ、まあ、動画投稿日的にどうなってるかわかんないんですけど、こう対局日的には昨日もちょっとない駒のことをずっと話してて、 いやー、風ないですやんってことなんですよね。 しれっと飛車寄るっていう、しれっと飛車寄って、まあここにいた状態だと風なられて同桂同飛車成があったんで、それを受けた意味と、まあ次飛車をぶつけて、まあ飛車交換を挑んだり、まあ銀で歩を取ったりって感じですかね。あー、なるほど。なるほど、ザワールド、それは。飛車走ると、同飛車で、同銀の時に、この銀が離れてしまうと、この金が浮き駒になるので、この金が取られると、角で、っていうことですね。飛車引くと、角なって、銀出て、馬入って、歩打って、まあ、それは、まあ勝負か。引いて角成って銀で同飛車で、あーでもそっか、同飛車引いて角成って銀出ようと思ったんですけど、ちょっと無理かな。同飛車同飛車同馬が金取りになっちゃう。銀取って金取って、いやさすがに野蛮人か、それは野蛮人な気がするので、ああ、じゃあどうしよう。じゃあどうしようっていう問題ありけり。じゃあどうしようという問題ありけりなんですけど、馬切って同飛車に飛車を走る。歩を受けてきたら銀打ち。ああ、そういう感じかな。それはありけりかもしれない。それはありけりかもしれない。ああ、ありけりかも。ありけりかもって。これ飛車の方を取ってきたら、ここで、一回馬で桂馬取って、同玉に角を取り返せば、まあ、ざっくり言うと飛車と銀桂の交換になって、まあまあ飛車と銀桂の交換なら十分でしょうと。なんで同飛車だと思うんですけど、飛車走って、金取りですせと。ああ、でもこれ連打があるか。連打マンか、これ。まあ、連打マンには引いとく感じかな。2八角3八銀。ああ、連打マン。連打マン。連打マン。ジットマン。ここでジットマンか連打マンかの相手の方2択ですね。いやー、でも普通連打マンか。やっぱりこれもう、まあ中盤戦なんですけど、まあ終盤に近づいてる。中盤の、終盤ぐらい。まあ、それもちょっと言い過ぎかな。中盤の中盤の終盤ぐらい。微妙。
まあ結構終盤に近づいてきてるんで、そう手番が相手の方欲しいと思うので、こう歩で連打して手番を握ってくると。でこちらとしてはここに角を成られたくないので引いて角打たれるんですけど、まあ銀打って角捕まえてどうですかね。角がもらえるとここに角打って金取りにしつつ、こう角なって飛車をいじめるっていう手があるので、うん、結構大きい。でそうですね、相手方としてはもう角は積んでしまってるので、せっかくなら価値の高い駒と交換したいということで、この金を取ってきたんですけど、まあ同銀でどうかですね。相手の方は香車を取ってくるのか飛車を取ってくるのか、そこが問題。そもそも飛車を取られた時に同桂なのか同銀なのか1ミリも分かっていない私に救いをくださいいやどっちなんやろ、同桂な気がするけど飛車打ちが、角成りに同銀はここに飛車を打たれた手が銀桂両取り、角成りに同桂と取る手には飛車打ちが銀香両取り。あーでもなんか一応これ同桂って取って飛車打ってきたら角打って銀に紐つけつつ飛車取りみたいな、そういうテクニカル的な一手ある？あ、そういうテクニカル的な一手あるかもしれない。だから同桂かな。なんかあわよくば飛車打ってきたら角打って飛車取りにして、飛車が逃げた時になんかあわよくばここにいる飛車を、まあ、角打ちとかで詰ませれれば、詰ませれれば詰ますことができれば理想的なんですけど、歩か角は飛車浮き、角は飛車逃げて歩で取ると、微妙かな、飛車打ち角打ち金寄り、いやー分からなす。同歩同飛車がシンプルに嫌説ありますよね、飛車を活用されて。だから角打とうかな。歩なり角飛車取りの展開は角が絶好のポジションなんで、なんかやってこない気がするんですけど、こう歩をなってそうですね。で取っときますか、取っとこハム太郎で、取っとこハム太郎、取っとこハム太郎、昔見てたっていうほど見てないけどなんかたまにテレビついてましたね。桂跳ねか、桂跳ね、桂跳ねにはブッチ行きたいけど、同玉でまだちょっとブッチするにはブッチ不足かな、ブッチにしては戦力不足か、ブッチするには戦力不足かも。角でちょっと銀に紐つけつつダブルロケットでいきましょう。いやでもな、これ狙いが単純すぎて狙いが単純すぎる問題があって、金寄られたりして受けられた時に、ね、あなたの狙い単純すぎますよと言われてどうかっていう問題ありけりなんですよね。金打ち、あ打ちね、打ちか、うちですかなんか言うね。いやーちょっと橋絡めます、ちょっと橋以外手が見えなかったな。橋って絡まってるのか、絡まってるのか問題。まあ狙いは同歩にこう連打して、歩って同居で、歩って同居で歩をここに垂らして、まあ同玉と取ってもらえれば角で金取って同金同角なりみたいな狙いではあるんですけど、そんな都合よく行きまっかって話なんですね。あ今切って金、あ違うわ、逃げられるか。いやーこれはとりあえず一回逃げるか、一回逃げまして、歩突かれるとさらに角いじめられるんですけど、ついてもらえると後々歩を打ってこう桂馬を取りに行く手がありけりなんで、ありけりなのでそれを狙いに行きましょう。いやでもそれ微妙かなどっちですか、つかせる方が微妙かもしれない説はあるんですけど、
いや、これ金もらったら、この飛車がこう金打って詰むとかならいいんですけど、こっち打っても逃げられるし、こっち打っても逃げられるし。もう1枚、2枚あれば金打って逃げて金打ちがあるから、ブッチブッチで金金。何言ってんの？ ちょっと説明が雑すぎて。いや、これ角で次金取って、同金にもう1枚、こう同角成と取って、同玉ってなると金2枚入るんですけど、そうなるとここに金打って、飛車の逃げ場所はここしかないんですけど、さらにこっちかこっ、あ、こっちか、ここに金を打てば、この飛車の逃げ道がなくなるんで、まあ、飛車を詰ますことはできるんですけど、ちょっと乱暴すぎる説。ランボルギーニですね、それは。だから最近ちょっとしょうもないダジャレしか言えなくなってきた。あー、角逃げるとなー。同飛車同角銀取る手があるから、これはもうブッチかなー。ブッチでいきます？ブッチからの取り。角打ちかなー。この利きを遮断したいと思うので、相手の方は、ここに角を打ってくる説、濃厚。ああ、単に歩で止まんのか。え、でも同角飛車成の時、ハイパーマイターンなんですけど。これ、いや、どういうこと？これ銀取った時が、こっちの玉が安全なんで、ここでひたすらこっちが攻めれるんですよね。そういう意味でハイパーマイターンって言ったんですけど、ちょっと日本語を喋ってくれないですかっていうツッコミは、ご遠慮ください。ちょっと、そういうことはできないんで。これ歩かなあ。あ、今、9二歩って言う手もありましたね。あ、9二歩打たないとちょっと、ダメじゃない？ わかんないけど おっと、なるほど。直通は怖すぎと。角の利き直通は怖すぎるよと、相手の方言ってきましたね。これは激の線やな。どうなってるのかがちょっと、とりあえず打っちゃったけど。とりあえずで打っちゃったけど。とりあえずで打っちゃったけど。とりあえずの垂らしで。とりあえずの垂らしで。9二歩に9三香をぶち込む。9九香の方がいいか。9九香打って。9一香で。9一香で。9一香でどうするの。9一香でどうするの。 角出る同飛車。歩は叩けない。桂成り同玉。歩を打ってみる。同歩は歩だけど、桂馬取られた時に一切手が見えない。桂馬取られた時に一切手が見えない。5五歩。5五歩。角を使わないと勝てないと判断。指揮官の判断により5筋の歩を突いていく。まあ、同歩なら角の利きが通ってきて、放っておくと、まあ、角ここに出て、角の利きを復活。角の利き復活大作戦。おい！ おい！なんかないの？これ。金同歩同歩なり消えないときに。うわー！ ああ、打ち込むしか見えない。 これは繋がっているのか。 怪しい。ハイパー怪しい。ハイパー怪しいクリエイター。ハイパーメディアクリエイターって昔ありましたけど。いやー、待って、これは繋がってるのか？ 繋がってるのかーい。繋がってるの？どうなの？玉落ちた時に、ああ、そうですよね。一回取ってきて。あ、と金寄りとかある？いや、ちょっと足りひんかな。玉寄ってと金寄りで同金なら角成りなんですけど、引いてと金寄りの時取って桂成り早逃げで、5四歩。あー、足りる？足りない？桂成り同金銀、逃げ銀成り同玉と金寄り、逃げ金、逃げ角成り逃げ。いや、それなんか逃がす気がするから勝負でやってみよう。勝負って。勝負ってで。ウェイ！ ウェイ！勝負っていい。あー、待って、その時がわからんってことか。いやー、説ある。それわからん説ある。わからん説ある。角成り同金。わあ、わからん説ある。銀打ちか。銀打ち説ある。 うるさ。 うるさ。 あ、風菊説、風菊説。これは刺さった。これは寄りましたね、おそらく。
体幹より、体幹より筋逃げると角成りで同金は頭金、うん、これは寄りましたね。必死、こちらの玉は寄らないので勝ちましたね。感想戦していきます。というわけで感想戦なんですけれども、まあ、今回対、まあ、早い試合というか、まあ、4-3戦法と言われるやつですけれども、あ、飛んじゃった、まあ、これに対しては以前動画で紹介した渡辺名人が生み出した対策もあるんですけど、まあ、今回のような相手の方に対してはこう玉頭の位取るのが結構おすすめで、ここですね、ここ取っておくだけで結構振り飛車側としては嫌なんですよね。自分もあっち持って指すこと結構ある、まあ、最近、まあ、一時期自分振り飛車党だったんで あっち側をよく指してたんですけど、ここ突かれるだけで嫌というか、ここを突かれるだけで小瓶攻め見せられて結構嫌なので、居飛車側としてはこの歩を突いて小瓶攻めを常に見せておくっていうのは有力だと思います。まあ、実際この今回もこの小瓶攻めからの角打ちでこう馬が作れて若干、まあ、こちらとしては十分な局面になってます。ただこれが微妙な手で、これ同歩にここに歩が打てると思ってたんですけど、歩切れでしたね。歩切れだったので、まあ、これ突く手自体はそんなに悪くないんですけど、まあ、激しい戦いになりそうなのでここ突いとくべきでしたね。まあ、同歩と突き捨ててから歩を突いて同歩に、まあ、馬を活用するみたいな感じ でこれ次この歩を取る手があるんですけど、後手が仮にこう打ち込んできたとしても同桂同歩成でもう同馬と取っちゃって、同飛車成の時にこう同飛車成と突っ込んできた時に2筋を突き捨てておいた効果で、ここでスムーズに飛車を走れて、これが銀桂両取りになるので、これはまあどちらか取り返せそうですし、で取り返せると駒の損得がなくなって、こちらの玉の硬さだけが残るのでこちらが良くなります。なのでまあそういう展開にすべきでしたね。ちょっと単に歩を突いてからはこちらが微妙なところもあったんですけど、まあでも結構難しい勝負でしたね最後まで、うん、まあお互いいろいろあったところではあるんですけれども、まあ最後はこう端からの攻めが結構うるさくて、まあ角も活用できて、まあちょっと秒読みの中ではあったんですけど、こう銀を打って、あ、この銀を、あ、ちょっと待ってください。この銀を打って同金なら6三角ないとこの角で銀が取れますし、逃げる手には7筋に歩が効くので、この歩を打って銀を取れば同金に頭金で寄りがたちなので、最後はこちらが寄せ切って勝つことができました。1級から2段の方向けに達成率が上がる次の一手問題を YouTube のメンバーシップとノートの定期マガジンで配信しています。詳しくは概要欄からご確認ください。